你好，我好，大家好。今回はですね、ちょっと特別ということで、今の、中国の新型肺炎の状況がですね、どういう状態かっていうのを、皆さんにお届けしたいと思います。僕は今中国の重慶というところの、に住んでるんですが、今ね、まあ、日本の友達から結構その今中国ってどうなのとか、大丈夫とかどういう状態っていうのもすごい連絡もらって、あ、中国の情報っていうのがなかなか日本でこう正しく報道されてないなっていうのをちょっとこう思ったので、今回、皆さんにお届けすることにしました。でですね、今僕は、重慶の、まあ、自宅にいまして、まあこういうふうに撮ってるんですけど、彼は、愛犬のゴウダン、ゴウダンちゃん、ゴウダンくんやね、ゴウダンって言います。今回なんで一人で、撮影してるかというとですね、大輝さんが1月の、頭ですねに、1月の3日4日ぐらいかなに、もう重慶の方に、広州の方から、日本に戻ってまして、まあ、2月にはまあ、まあ休暇1ヶ月取って2月に戻ってくるっていう話だったんですけど、ちょっと今の状況だったら戻れないなと、まあこれが収まるまで、まあ、ちょっと戻れないっていうことで、今回は、一人で、ちょっと YouTube 撮ってますですね。まず、今政府の、出してる、毎日出してる、テンセントっていう会社が毎日出してる新聞があるんですけど、それに基づいてまず、ちょっと中国の現状っていうのを説明していきたいと思います。まずですね、こういうふうにですね、テンセント新聞っていうのがあるんですけど、これが出してる、毎日、まあ、大体数時間ごとにこう更新されてる情報なんですけど、今がですね、全国で、発症が確認された人数が2755名で、疑わしき症状っていうのが5794で、治癒した数が51で、死亡数が80となってます。昨日まで56で、で今日の朝で1月27日現在、今日の朝で70名ぐらいだったんですけど、それが80名までぐっと上がってまして、死亡数かなり増えてるなというような感じです。でその次にこの図がですね、その、表したグラフなんですけど、感染者の増加率を表したグラフなんですけど、17日以降ぐわーっとも一気に上がっていってるんですね。もう死亡数も結構増えてます。はい。でですね、まあ感染者がどこに、多いかっていうのはやっぱりもうダントツで、武漢市がある、湖北省、湖北省っていうところですね。で湖北省で、1423名で、治癒が44名、死亡が76と、ほとんどのもう死亡例が、この、武漢市のある湖北省で起こってます。でまず武漢市ってまずどこにあるのかっていうと、武漢市はですね、これ図でもあるように、湖北省っていう省の中にある武漢市なんですね。で、この武漢市はですね、この湖北省はですね、大体、中国の、真ん中あたりになります。はい。まあ、日本で言うと何々県何々市みたいで、何々県何々市、日本で言う県が、省、中国で言う省
で、しが、まあ、しは同じですね。はい。で、その次にこう感染者が多いのが、このマップを見てもらうとわかるんですけど、広東省。僕らがいつも、YouTube でアップしてる動画の、ほとんどを撮ってる広州市っていうところがある広東省っていうところが146名の、確定方で、治癒が2人と。で、その後に、ジェイジャン、河南。そんで、5番目に重慶と。重慶もね、結構多くてですね、発症確認されたのが110名なんですね。はい。で、今ですね、重慶どういう対策、まあ、中国どういう対策を取っているかと言いますと、これ結構各省によって違うんですよね。結構各省の権限っていうのも大きくてですね。まず、まあ、2つ、河南省っていうのが、武漢市のある湖北省の上にあるんですけど、上が河南省なんですけど、河南省の対応を見てみましょう。で、河南省、この人が、市長さん、省長ですね。この人が省長さん。河南省の、省長なんですけど、この方の対応がですね、まあ、これ写真見てもらうとわかるように、もう、一切道路をもう土持って封鎖してるんですね。この湖南、湖北省から続いてる道をすべて、土で塞いでると。こういうんですね。もう至るちっちゃい道も大きい道ももう全部土を持って、もう車が通れないようにしてるっていうのが、河南省の対応。で、まあどういう、まあネット上ではもうこの河南省の、省庁すごいと、この河南省省民からすると、もうここまでやってくれてありがとうと、大好きというような、もうこの称賛してる、その声がすごい多いですね。で、はたまた、僕が今住んでる重慶市の市重慶市長の、対応はどうかと言いますと、武漢自体封鎖されてるんで、もう行き来、どっちも出ることもできないし入ることもできないんですが、つい最近まで、もう列車走らして、その、武漢市だけで、まあ、湖南市、湖北省の負担を軽減するっていう意味で、どんどん、武漢の人や湖北省の人を受け入れてたんですね。で、結構中国の中でもその省によって対応のあり方が違うというような現状があります。で、市民の反応はどうなのかと。市民の反応はですね、僕もその友達から、こうした方がいいよ、ああした方がいいよとか、すごいこう情報をもらうんですけど、中国の友達からですね、もらうんですが、まずマスク絶対着用。で、外出はもうできるだけ控えて、そういう、今まあ春節の時期なんで、宴会とか、そういうまあ集まってこう、パーティーしたりっていうか、そういうのが多いんですが、そういうのはもうやめましょうと。できるだけ外出を控えて、で、もうカップラーメン食べて過ごしましょうみたいな、それぐらい今、市民の反応っていうのはこう結構敏感で、まあ全然気にしてない人もいるんですけどね。まあ、大半の特に、若者とかそういう、まあ、ネットを見る人は、できるだけも気をつけてますね。うん。で、ただですね、まあ、重慶ってまだやっぱりその発生場所じゃないんで、まだマシなんですけど、やっぱり一番ひどいのは武漢市。で、武漢市の、武漢市民が撮った映像っていうのがあるんで、ちょっとこちらをご覧ください。で、彼は、そのネットアプリでこう、
呼べるタクシーのドライバーなんですが、今まあこの重慶、武漢市がですね封鎖された後の、封鎖されて3日後の映像なんですけど、まあすごいやっぱり彼自身も怖いっていうのを言ってますね。で今まあもう武漢市では、バス電車でまあもちろん飛行機なんかもそうですし、そういう公共インフラっていうのはもう一切止まってるっていう状態ですね。で、まあ武漢の人はもう出ることもできないし、で武漢にもちろん入ることもできないし、もう完全に孤立した状態で、彼は何をしてるのかというと、自家用車持ってる人以外はもう動くことできないんで、その今まあ病院で勤めてる人とか、今も武漢の病院もすごい大変なことになってるんで、もう家に帰る、送り迎えをしたりとか、まあすごいこう彼自身も、仕事はね休みたいんですけど、まあ一種のこうボランティア精神的な感じで、やられてます。まあ、彼がやら、まあそういうやる人がいないと、もう病院の人もこう自宅に帰れないので、うん、まあそのボランティア精神っていうんですかね、そういうなんでこうやってますね。で、この映像は、まあこう避難してる、家庭でこうペットを飼ってる家庭なんかもあって、でなかなかもうそっちに行けないので、もう大量に餌とか買って、まあ、久しぶりにこう家に帰ってきたような感じですね、今の状態見てると。でコンビニとかスーパーなんかでももうその物資をこう大量に買ってですね、置いとく、家に置いとく、人もこうたくさんいるんで、大量にこう買っていって結構品薄状態な感じですね、うん、で運送会社なんかもこうもう止まりまして、うん、うん、でまあ車移動がもうメインなんで、やっぱりこうガソリン入れてはりますね、うん、で全然こう車が走ってない状態ですね、市内は、でまあ彼がこういうふうに、彼はこう Weibo っていう、まあ、中国版 Facebook と Twitter みたいながあるんですけど、それで、こういろいろ映像をねアップされてるんですけど、まあその映像を見て、まあ、うん、まあその映像を見てこうマスク支給したりとか、この友達たちとかね関係者がこうマスクを届けてあげたりっていうようなことをされてます。でまあ最後の、うん、映像になるんですけど、今ですね、重慶、まあ僕が住んでる重慶の状態っていうのは、現状っていうのはどのようになってるかと言いますと、やっぱりもう出歩いてる人はまあやっぱほとんどいない。まあ春節って基本的に静かになるんですけど、まあ例年にも増してこう人の動きがないですし、で行き行く人は結構まあマスクつけて、出歩いてますし、まあ僕もですねもうほとんど外出は控えて、まあ僕の奥さんと、あとはまあ奥さんの実家が家の近くにあるんで、まあそこ、こう行ったり来たりっていう感じの生活です。だまあ公共の、まあ電車とかバスとかにももう乗ってないですし、やっぱりちょっとこう怖い部分はすごいありますね。だまあ落ち着くまで、事態がまあ収束するまでは、うん、2月日本に帰る予定だったんですが、まあちょっとこう帰れないなと。だからまあ事態が収束するまではまあこっちで、まあ、
となしくしておこうかなと思ってます。はい。でですね、日本の皆さんも、今日本でもこう感染者が3名確認されてるっていうことで、やっぱり気をつけ特に越したことはないので、まあ外出時はマスクとで、まあ手洗いっていうのは、できるだけ、まあ自己の身を守るっていうのでもね、そのためにも、ぜひ、徹底して行ってください。また、これから中国のですね、今のこの新型肺炎の、現状っていうか情報っていうのね、いろいろこう変化していくと、変化していったらまた、お届けしたいと思います。またですね、感想やあと、こういう情報が知りたいっていうようなご意見があれば、コメント欄にぜひ、お書きください。はい。で、今日も、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、体にお気をつけて、再见、バイバーイ。 OK、 はい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 、 OK です、 OK です。